こんにちは、ゴッドコウタンと申します。皆さんはゴッドコウタンと申します。ラースサーバーはゴッドコウタン帝国にいます。そして僕、昨日寝る前に考えたんですよ。コウタン帝国のセキュリティをもっともっとすごいものにしたいなってね。すると素晴らしいものを思いついたんですよ。例えばこの国に敵国さんが近づいてきたとしよう。敵国さんは死んでしまったら元の場所にディスポーンすることができますよね。ディスポーンしたら自分たちの国で装備を整えてまたこの国へと押し寄せてくると。それだとあんまり意味がないのではと。ここはコウタン帝国が一番最初にね、外国人が来た時に待ち構えるトラップなんですが、ここに来た人は必ずこう穴を落とされて地面にペッて落ちて、で一番下の鍾乳石に突き刺さって死ぬんです。そう、死んじゃうんですよ。なのであえて殺さない、外国人による侵入を食い止める最善の方法なのではと思いついてしまったわけなのですね。ということで今回はその外国人を絶対に逃がさない、生きたまま地獄の底でもがき苦しめる装置を作っていきたいと思います。今日はそういう動画です。やりたいことはこれです。まずソウルサンドをこう敷き詰めますと、この穴の底でね。でもって、その上に1マスだけ水を置くんですよ。でもって、そこに敵が落ちます。敵が落ちると、ソウルサンドによる浮力によって、こうやってぴょん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 と飛び跳ねるわけですね。で、強制的に飛び跳ねるもんだから、スポーンって打つだろ？これで自分の国に帰れるんだよ。でも帰るためには、その場で5秒間留まっていないといけないんだな。じゃあ、今、ぴょんぴょん上下に飛んでいるこの状態で、コマンド打つとどうなるだろうか。こうなる。テレポートがキャンセルされました。そう、これやってしまえば帰れないんですよ。ということで今回はこのトラップを作っていこうかなって思います。ここ下に行ってな。でこの部分、これを一旦全部取っ払ってソウルサンドに変えましょう。なんかいいなぁ。こっち側に攻めてくる敵国は僕たちが悔しがる顔を思い描きながらウキウキで攻めてきて、で我々のこの超最強トラップに見事ハマってしまって、でもって奴らはここでぴょんぴょこぴょんぴょこ間抜けな動きをするんですよ。でもって逃げることもできない。あー神、これ思いついた寝る直前のゴッドコウタに敬意を払って乾杯。やばいよ、うちの国民めちゃめちゃ準備がいいよ。ソウルサンド欲しいなーっつったらソウルサンド持ってきて。待って、めちゃめちゃここ広くない？こんなところもソウルサンドでやんないとダメだったのか。意外と穴の範囲が広いですね。ソウルサンドちょうだい、ソウルサンド。ありがとう。ディスコードも VC も繋がってないっていうのに、意思疎通がこんなにも円滑に進むだなんて、この人たちはどれだけ僕の考えを組んでくれるんでしょうか。はぁ、リアルでもこういう人たちに恵まれれば生きやすいんだろうなって思った。よし。ソウルサンドで一面敷き詰めました。あとは楽しい作業の始まりです。ここを全て水源で埋めてしまうのです。ちょっと動きにくいかもしれないけれども頑張ってください。なんでこんなことするのかって思うじゃん。こんなことしたら相手が地面掘って普通に抜け出すことだってできるんじゃないのって思うじゃん。そんなことはないんだよね。実は外国人はね、僕の国でブロックを勝手に壊したりチェストを開けたりといったことができないんですよ。それはラースサバのどの国でも同じことで、外国人は無断で変な行いをすることはできないっていうことなんですよ。だからそれを逆手に取ったってことですね。相手には何もすることができずに、ただここでぴょんぴょく跳ねることしかできないってことですよ。オータン、規約違反にかからない？え？規約違反？規約違反って、何が？ネザーゲートトラップは規約違反でバーンされる。ああ。これはゲートトラップ？違うよね。これはネザーゲートのトラップではないよね。ただ水でぴょんぴょこ跳ねてるだけだよね。これはぴょんぴょこ跳ねてるだけだし、別にネザーゲートトラップではないよね。ってことは、別に規約違反ではないよね。ね？じゃあセーフだ。安心した。よかった。とりあえず、凶悪なトラップが完成しました。早速、敵国の誰かをあの中に突き落としてしまいましょうね。自分が思いついたものが実際に作られていくこの様を見るとですね、すごく気分がいいんですよね。気持ちがいい。最高に素晴らしい気分だ。じゃあ、早速、ちょっと外国人の方をね、招待しちゃいましょうかね。誰か僕のこと、プレイヤーキラーさんいないかな？ちょっと待って。あれ？あれ？壁が、かわいい！女体化コウタンだ！
かわいい。いや、巨人の壁、まさか僕が考えたことをこんなに、ああなるほどね。道理でプレイヤーキラーがこの国に来ないわけですよ。誰もいないわ。すっごいね。何、全然わからん。すげえ、語彙力が失う。僕の思い描いていたものがそっくりそのまま実現しちゃってるよ。壁の外ってこうなってたんだ。エレン見たら驚愕するだろうな。敵が来ないんだったら仕方がないな。敵役やって、敵役やって、敵役、君敵役ね、君敵役ね。行くよ行くよ、うら、落ちる。敵役が落ちましたと。でもってこん中見るだろ。すると、ほら、敵役はここでプカプカと浮いてるわけですよ。何この巨悪トラップ、最高じゃないですか。これが僕の考えた最強のトラップです。もうこれで相手は、あ、なんか知らんけどよ。外国人がここにいたから突き落としてやったぜ。多分同盟国の人かな。それとも勝手にこの国に来て、この国の人間ではないけれども、友好的な人間かな。どちらにせろ、なかなかに気持ちのいい瞬間があったな。本当ならダイヤフル装備ガチガチの人をここに落としたいところだけれども。ああ、いた。もう君ここでずっと動けないまま、永遠にこの場をさまよい続けるんだよ。バイバイ。ああ、気持ちいい。ああ、気持ちいい。最高にいい気分だね。姉さん、さっきから僕のところに、ぴょんぴょこぴょんぴょこやってきてよ。敵なんじゃねえのか？本当は敵なのか？名前も聞いたこともない。普通、マイクラプレイしててよ。こんなデタラメな ID でゲームプレイしようなんて思うか？思わない。ってことは、こいつ敵か？わからない。まあ、いいや。ああ、敵じゃない。こいつ味方だ。嬉しい。ありがとう。PVP で強くなるのは、だいたい性格が悪い人間なんだよね。よく言うじゃん。FPS やゲームで勝つためには性格を悪くしろみたいなさ。相手にやられたら嫌だなってことを相手にやるみたいなことをよく言うじゃないですか。でもって、うちの国の人たちってさ、めちゃめちゃ心が優しいんですよ。心が優しいからか PVP 強い人があんまりいないんだよね。見ての通り、ゴッドコータン帝国に入りたがってそうなスキンの人たち、ここに来てるんだけどさ、みんななんか、ちびっこって感じしない？小学生とか、そんな感じの雰囲気がめっちゃするんだよね。PVP があんま強くないのかもしれないな。逆に言うとね、民度がいいというかね、心が優しい人たちがたくさん詰まっていいのではないのでしょうか。かわいい。かわいいね。幼稚園児みたいな子たちがいっぱいいるんだけど。君たち、いくつ？俺、17、13、15。あー、かわいいね。かわいいね。よち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 。ちびっ子たちにゴッドコータン帝国のことを紹介しちゃいたいと思います。こっちだよ、みんな。来れるかな？かわいい。すげえかわいいんだけど。やばい。もう、ああいうさ、かわいい配色のスキンの、大好きなんだよね。あら、こっち来て。あら、こっちだよ。かわいいね。かわいいね。もう、こんな、もう、よし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 。15歳、16歳って、こんなちっちゃい子がプレイヤーキラーなわけないでしょうが。だって、見ろよ、こいつら。真っ裸だぞ。なんもつけてないんだから、装備。こいつらトラップすんの？前ら、それでも人間か、そんなわけないだろ。たく、急に年齢聞くのは非常識ですぜ、ゴッドさん。うるせえ。僕は50人クラフト参加生だぞ。50人クラフト参加生って書いて、漫画だったらここに当て字でね、社会不適合者って出てくるんですよ。ヘル、MCID、内容、コータウンの相談窓口ですのでね。一人ずつどうぞ。一人ずつ国に来た理由どうぞ。まず、一人目、アイスさんですね。アイスさんがこの国に来た理由は、仲間が叫んでたので来ました。赤コーランド。あ、外国の方でしたか。外国の方お呼びじゃねえんだ。僕はてっきり、あ、NM、NNM。この可愛いね。きっと僕の国に純粋に入りに来た可愛い女の子なんだろうな。この子が入りに来た理由はですね、ここを潰しに来ました。赤コーランド。前も外国人かよ。アップアローさん。あの人はどんな理由かな？目の前にうまそうな国があったから。お前ら、てか待ってよ。
この中で無所属の人いる？ B 若みけ、あ、B 若みこって人だけが無所属なんだ。それ以外の人全外国人なの？無所属です。いやー、 OK です。あ、全員外国人か。可愛いスキンしてこの国を潰しに来たとか、この国が美味しそうだったからみたいなこと言いやがって。よし、みんな、みんな来て。君たちは何しに来たの？コウタンじゃね？のノリ。食べ物が欲しくて来ました。何回も言わせんな。ここを潰しに来たんだよ。 OK、 危険因子か。よし、じゃあこっち来な。みんなこっち来な。ようこそゴッドコウタン帝国。うりゃー、全員してやる。全員よ、お前ら全員ぶっしてやるよ。オラ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 、バカタレが、アズカバン行きだ、バカどもが。お前ら全員アズカバン行きな。もう二度と入ってくるんじゃねえぜ。助かったやつ運が良かったな。今回は見逃してやるよ。ただもう次はね、帰ってくんじゃねえぞ。ちなみにアズカバンに入った人間はな、出ることはできねえからな。よろしく。あ、君たちも出るか。了解。あああああああ、気持ちいい。ふっふっふ。ふっふっふ。お前らバカだぜ。ずっとここでぴょんぴょこ跳ねてよ。おい、ちょっと待って、あそこに穴開けたやつバカ。ちょ、コンセプト違う。あ、ちょ、ダメ。ダメ。バカ。バカ野郎。お前、ダメだぞ、こんなとこいた。おい。離れて。みんな離れて。ダメだから。君たちダメだよ、ここ来ちゃ。こっち来んな、お前。こっち来ちゃダメだ。こっち行っちゃダメだ。うう。逃げまとえ、逃げ。なんで君たちダイヤモンドブロック置けるの？おい、バカ、お前。バカだれ、お前。大バカ野郎。大バカ野郎、お前、ちょっと待って。ここで閉じ込めるんだから、こんなところ置いちゃダメよ、ダメ。てか、ダイヤモンドブロック置くのって、お前、何やってんだよ、バカタリが。まあいいや。君たちずっとここいなさい。ゴッドコーターも帰るね。ってことで、今回ここまで。チャンネル登録と高評価よろしくね。ゴッドコータン帝国に出てきた超無敵最強凶悪極悪トラップはいかがだったかな。ゴッドコータン帝国に来た人間は、みんな、いずれ、みんな、平等にこうなる運命なんだ。あ、嬉しい。ちょっと待って。すげえ来るやん。まあ、いいや。ってことで、バイバーイ。